おはようございます。わあ、アモくん。そう、これはね、新しい、今文句言った。挨拶、はい、せーの、チャオ、ゆりこたえがとアモリくんでーす。にゃん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 、一緒に一人暮らしを暮らしてるとアモリくんです。今アモリくんのために作ってた部屋に勝手に入っちゃったからめっちゃ怒ってる。めっちゃ怒ってる。いやいや、気づいてる通り、実は今年また引っ越ししてしまいました。で、今回あの決めたのは、見てる通り畳部屋です。畳部屋いいよね、いいよね、いいいい畳部屋、やっぱりいいなと思って、で、あの結構前の部屋が結構狭かったから、いろんなものをもう一度買わなくちゃいけないことになったんですね。これで、あ、めっちゃ便利になる、生活めっちゃ便利になりますよって思って、今回を紹介をしたいと思います。で、これはアモリくんのね、部屋なんですけど、実はボッチザロックにハマってて、見えるかどうかわかんないけど、ボッチザロックにハマってて、オタクの秘密の部屋を作ってるんです。こんな感じ。そう、で、今年皆さんも必ず買ったいけないものが一つあるんです。じゃじゃーん、サンプルだ、じゃじゃーん、私の写真集、コスプレの写真集です。今回の新しい写真集も出しましたので、ぜひショップにチェックしてみてください。よろしく。私の大好きなホロライブさんの初めての写真集を作ってめっちゃ嬉しい。そしてこの前コミケに出したの、オリジナル写真集もあるので、結構セクシーな感じでオリジナル、あれお昼見えるやんか、なるやつを、作りましたので、ぜひチェックしてみてください。残りは少ないよ、よろしく。ではルームツアーとベスト10アイテム、レッツゴー。はい、私の部屋に実は秘密の部屋があって、こちらです。パッパパーン、もうコスプレは見てる通り200着以上あるんですよね。ウェー、ちょっとパンツない見れば、ちゃんとあるね。ちゃんとちょっと、最近ムチムチになってるんですけど。で、今年初めて便利になったのは、この部屋に2つ、いや、3つ点があるんですよ。でもまあ、コスプレをする方だけにちょっとおすすめなんですね。一つは、この鏡です。この鏡すごくないですか？この鏡。この鏡すごそう、コスプレするときとかファッションのときに全体が見えないという方はすごい不安で、なんかこれですごい便利になりました。そしてコスプレは必ずなくちゃいけないものはマニキンです。これね、なんかこれで糸とかも刺さっても大丈夫なものなので、やっぱりすごく作りやすいやつんですよね。こういうちょっとね、私ムチムチなので L サイズを買ったんですけど、まあ、このマネキンよりは胸ダブルぐらいあるから、ちょっとこれでカップでを作って、それで衣装を直したり作ったりもしてます。今ね、ミシンがまだ持ってないんですけど、そう、ミシンがね、ここにミシンが置きたいなと思ってるなんですけど、今のところはこんな感じです。そうで、これで3つ目の、点が便利になったのはこれです。これめっちゃ、もう、例えば、そういう、地震があっても、結構、そんなに動かないし、これがあったからこそ、部屋がすごく変えたんですよ。これ。もう本当、めちゃもう、おすすめです。物が多いんだったら、絶対、これ、これ、これがいいぞ。で、まあ、あと、まあ、IKEA のやつやね、コスプレ、衣装、例えば、次のコスプレはね、ここに置いたりとか、次は何ですかとか、ちょっとちらって見せるなんですけど、そうですね。はい、これコスプレ部屋の便利なものを3つを紹介しました。はい、
私の部屋へようこそ。そう、これはね、新しい部屋で、さっき言ってた通り、カメラ持ちを下手。畳なんです。畳、めちゃめちゃいいです。この部屋を作るのはすごい大変だったんですよ。の私のお幸せ部屋と呼ぶんです。メインがバーチャル YouTuber が多くて、私の好きなものしか、もう、ないです。で、ここに、お便利なものを今年買ったなんですけど、何だと思いますか？部屋をちゃんと見てください。何が足りないもの？何が足りないもの？これ。ちょっと古い部屋だから。そう。エアコンないです。エアコンないもん。エアコンないときは、いや、どうしようかなって、エアコンつけると買うと、なんかめちゃめちゃお金かかるから、そんなにお金がないし、そのお金を使ってオタク部屋とかもできないから、すごい悩んでたんですけど、初めて人生に中古のダイソンを買いました。こちらのサルバビータというんですよね、私もう Save My Life というのものです。これはすごい、なんかすごいパワフル、なんか聞こえるかどうかわかんないけど、めちゃめちゃパワフルで、やっぱり猫ちゃんとかね、ここに遊んでもなんか心配ならないし、本当に風がもう飛ぶ、こんな感じです。わーすごい、ホットとか冬の時も夏の時も使えるダイソンです。なんかこれで2万円ぐらい買って買ったかな。まあ中古だったから、やっぱり。でも中古、日本の中古がめっちゃクオリティはすごいから、なんか中古でもいいし、私のフィギュアも実際もう中古のやつが多いんです。まあ、あんまり段ボールそんなに残らないやつなので。で、ちっちゃいピピッとあるやつで、いろんなこと挑戦ができる。これは夏の時、まあ、畳部屋、ちょっと古い部屋、エアコンのためにお金が使えないとか、まあまた引っ越しするかもしれないから、あまりエアコンまでを作りたくないって方だったら、絶対これダイソンがいい。やっぱりダイソン、なんでみんなこんなにダイソンが好きなのか、なんとなく分かってきたんですね。で、もう一つ今年が買えてよかったものはこちらです。VR! やっと買えたー！イエーイ！ VR! 面白いよ。こんなやつな感じにつけて、これもで、いろんなバーチャルの世界、もう見えない。いろんなバーチャルの世界に入れます。だから、その現実はね、辛い時に、インターネットにお任せなさい。これで最近ちょっとめちゃハマってるし、まあやっぱり、まあ、それでなんかコスプレ部屋をきれいにして、ここにきれいにしたら、まあ、やっぱり VR も使えるスペース、まあ、そんなにもないんですけど、で作ってます。そしてもう一つ超便利になったのは、まあ、また同じものになるなんですけど、棚です。これを作るためにめちゃめちゃ時間かかって、で、さっき、まあちょっと今もちょっとチラッとです。やっぱり物が多すぎる。これはイベント用のものだけなんです。ほとんどはね。だから大切なものを置いたり、まっすぐこんな感じでサインして送れたりとか、あとここにチェキマシンがあったりとか、ペンとか、なんかこれがないと、ほんとこういうみたいのクローゼット全く使えないんですよね。私はその畳部屋初めてだったから、こういうクローゼットみんなどんな感じで作ってる、日本人は。何が作ってるのわかんない。もうドラえもん。あと、買ってよかったものは、やっぱりプレスト5だった。うわぁ。そのクオリティはすごいんですよね。で、昔のゲームとかも遊べるし、で、プレスト5になると、ほんとクオリティめっちゃ上がるんですよ。こんな感じで、最近ちょっと遊んでるゲームが。で、ドバイでライトもいつも通り流行ってるし、最近鉄拳とかも
やってます。まあ、とにかくプレステ5のいいところはやっぱりグラフィックデザインは全然違う。プレステ4と、まあ、プレステ4も良かったんだけども、プレステ5も本当やばすぎて、こんな感じで遊んで、あと最近買って良かったものはやっぱり缶バッジを作ることなんですよね。こんな感じで作って、もう自分で頑張って作って、一個一個がこんな感じで綺麗になります。まあ本当いっぱい作ったら買った方がいいと思うんですけど、そうじゃないとお店の方が安いと思います。でもね、イベントが最近ちょっと増えてるから自分で頑張りたいなと思って、これで一個と、まあたまに頼んでる、たまに自分で作ったり、結構失敗ものが多いからそれだけでちょっともったいないかな。こんな感じでしょ。でも実際を作ってみるめちゃめちゃ簡単だし、おすすめ。意外とめっちゃ安くて良かったものはこれです。まあ、もっとおしゃれの置き方があると思うんですけど、ちょっと自分が今ちょっと適当で置いてるので気にしないでください。でここに例えば花が開けられないんだったら絶対これで持った方がいいと思います。もう本当これだけなので本当便利です。はい、ということで今日はいかがでしたか。はい、アモレくんもねいろいろ見せちゃって楽しかったです。いやーね、便利になりましたね。家は嫌だがってる、嫌がってるめちゃめちゃペロペロ、あ、ちょっと待って、出たい出たい、待ってちょっと待って、うんはい、ということで皆さんぜひコメントといいねとシェアをお待ちしてます。またね、また動画でチャオチャオと言って、チャオチャオペロペロっていうか、これもチャオだ、今気がついた、チャオだ、チャオチュール、確かにイタリア語なんだ、イエーイ。